佐久間信近は、江戸時代中期から後期にかけての旗元大阪西町奉行。正木き広井の次男であったが、佐久間信方の娘をめとり末期養子となった。安永元年12月27日、17歳で、養父、信方より家督を継いだ。安永2年12月30日、大盤に劣せられ、天命8年7月19日には、 大番組頭に昇進する。完成5年7月10日、後徒歩頭となり、同年12月28日には不意を許された。完成6年10月15日、西の丸おめつけに転任し、完成8年5月21日よりは、本丸勤めとなった。同年12月15日、西の丸修理を担当した功労により、自腹金、黄金3枚を賜った。 完成9年5月18日、将軍慶示、徳川家吉の西の丸入りを世話した功労に対して、自腹金未了を賜った。今日は元年4月7日より、大阪町奉行となり、文化5年8月24日に、持ち弓頭となる。文化11年11月に死去。完成重州諸家府編参寺の当主であり、神田木島地町、本所長倉町に屋敷を構えていた。 完成不以降旗本屋百科事典第3巻 P1244 ありがとうございます。